Wow! That father is 10 and permed! 皆さんこんにちは、池さんです。今日は皆さんにご報告があります。なんとですね、今朝目が覚めて iPhone をチェックしましたら、父ちゃんは天然パーマのチャンネルついに1000人到達しました。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ついにですね、念願の登録者1000人到達したということで、朝からですねジャッキーチェーンのような飛び起き具合で目が覚めました。ようやく目標である1000人に到達できたんですけども、今から約1年数ヶ月前ですね、僕の友人でもあり、そしてトップ YouTuber のね、ひまひまチャンネルっていう、ひまひまチャンネルをやっているお父さんが僕のところに来て、池さん一緒に YouTube 本気でやろうよって声かけてくれたのが去年の7月ですね。でそこから僕も彼の影響を受けて、YouTube チャンネル真剣にやっていこうってこう心に決めてから、結構ね時間がかかりましたけども、ようやく今朝目を覚ましたら2000人にね到達してたということで、嬉しくてですね、今日はこのご報告の動画を撮らせていただいてます。今からですね、どういう動画をこう皆さんにお届けしていって楽しんでもらえるかってところに、さらにこう意欲が湧いてきたところでございます。でですね、うちは車中泊を、手段とした旅をね、サーフィンだったりスキーだったりスノーボードだったりっていう旅の動画を作ってきたんですけども、以前にもご報告しました通り、この冬から、越後湯沢ですね、湯沢町というと新潟の湯沢町というところで、2拠点生活を始めます。家族でね湯沢町の方に移住しまして、子どもたちは湯沢町の小学校に通う。で、父ちゃん母ちゃんはサテライトでね、テレワークでお仕事をするという新しいライフスタイルとワークスタイルっていうのを同時に挑戦しようと思っていますので、この冬はですね、その湯沢町からの動画が、私たちのライフスタイルをご紹介するような動画が増えてくるかと思うんですけども、ぜひですねその辺も僕らの新しい挑戦を皆さん応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで、父ちゃんは天然パーマ、これからもバシッバシッと面白い動画作ってまいりますんで、イケイケな父ちゃんが頑張って作ってまいりますんで、引き続き応援とですね、それから動画の視聴、グッドボタンとか押してもらえるとめっちゃ喜びますんで、これからも父ちゃんは天然パーマ、それと僕たちの家族合わせて応援していただけると嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございました。1000人。ちなみにですね、再生時間は余裕で4000時間っていうのをもう上回っているので、さっき計算したらね、1万時間ぐらいの再生時間はあるので、これで、1000人が整うと一気にこう収益モデルの方にシフトしていけるので、これからね YouTube でもうまくお金を稼ぎながら、そして新しいテレワークとかね、リモートワークっていうところをうまく活用した新しい働き方っていうのを家族で、皆さんにお届けしていけたらと思ってますので、皆さんの応援だけが命です。ぜひ今後ともよろしくお願いします。父ちゃんは天然パーマでした。バイ。 Dude, that father is 10 and permed.